はい、おはようございます。しおりんでございます。本日8月の10日、朝の5時30分ぐらいですね。どこに来てるかと言いますと、今高槻駅でございます。今日からね、青春18切符使って、ちょっとね、いろいろとね、日帰りでどんな感じで旅ができるのかっていうのをちょっと実験していきたいと思います。本日は、呉まで行きたいなと思ってます。広島の呉ですね。どんな旅になるんでしょうか。まあ毎回ですけど楽しいですね。はい。ということで行ってきます。はい、しおみんでございます。15時ね、今ね18分ぐらいですね。呉の駅まで帰ってきております。終電というかですね、5時半ぐらいまで入れるんですけど、あと2時間ぐらい余裕があるんですけど、ちょっと早めに移動したいと思います。時間が合えば尾道ラーメン食べたりですねしたいなと思ってます。はいどうも、しおみんでございます。ただいま6時10分ぐらいでございます。尾道駅に到着しております。ちょっとね、ラーメン食ってからですね移動を再開したいと思っております。はいどうも、結局ね、23時56分に高槻まで帰ってきました。はっきり言ってねちょっと遠かったですね。女子切符で行くのにはちょっと遠いかな、ギリかなっていう感じでございます。もうちょっと余裕のあるところに、向かいたいと思います。じゃあ第2回目もよろしくお願いします。それでは。